パリーグ、日本ハム6、ワンロッテ、21回戦、日本ハム14勝6敗1分け、15日、エスコン、ロッテ、佐々木朗希投手、22、が先発するも、わずか16球で緊急降板となった。2回に浅間の放った打球が左アキレス腱付近に直撃するアクシデント。それでも大事には至らず試合後は歩いてバスに乗り込み、投球はなんとかいけそうでしたが、それ以外のプレーができなさそうだったので、総合的な判断です、と話した。写真、打球が左アキレス腱付近に直撃したロッテ、佐々木朗希。2回は先頭のセーミアを2匹に抑えた直後の浅間の打席で3球目の外角フォークボールが鋭いゴロで直撃。ベンチに戻って治療し、一度はマウンドで投球練習を再開させたが小野投手コーチ、トレーナーと話し合った上で投手交代が告げられた。吉井監督は、本人はいけると言ったんですけど、当たっている箇所がアキレス腱だった。投げられるは投げられるけれども、もし走った時に大怪我になる可能性があるのでトレーナーの判断で降板になりました、と説明。今後については、まだちょっと詳しい状況は聞いていないですけど、跛行しているので、次の登板はもうちょっと様子を見ないと、と話した。